大野ハートバスは広島県八日市大野地区で運行されているコミュニティバスである。路線は平日5系統、休日4系統で運行。令和2年3月29日のダイヤ改正より色別による運行を終了。運行は佐々木観光が行っている。運賃は一乗車大人150円、小200円の均一となっている。なお、サンランド車庫。 大野庁舎前、公民館前の3カ所では、乗り継ぎが可能となっており、一乗車目のバスを降車する際に、乗り継ぎ券を受け取ることで、自乗車目のバスを50円の追加で利用することができる。うちは一部運行しない便がある。東西横断ルートで、広電安内駅から JR 旧波駅を結ぶ路線です。一部便は、久保駅まで行かず三ランド車庫発着、または、鳴川発着となる。 一部時間帯に、広電アジナ駅発、グリーンハイツ駅もある。公民館前から JR 旧派駅を結ぶ、西ルートである。芋瀬の滝辺に、万作の湯管は2ケールを存在する。土日宿題やでは、東西横断ルート広電アジナ駅から公民館前、王の庁舎前を結ぶ、東ルートである。阿品駅方向の一部便は、公民館前下更地間において、 大野東小学校、大野原経由で運行する。また、土日宿ダイヤにおいて4便は、サンランド車庫への入出庫のため、荷瀬の滝から先、大野中学校、大野浦駅を経由しサンランド車庫まで運行する。なお、一部の時間帯広電アジナ駅から、広電宮島口の往復。去年のダイヤ改正により1号線リエッセからポンチョに変更。2号線、 青バスが4号線に転属。2号線は木バスが充当。3号線は白バスに変更2020年度以降の車両更新を踏まえてパス P の導入が検討されている。ありがとうございます。